より先、人を傷つける者、物を壊す者、悪意を持ち込む者、何人も例外なく暴風林が粛清するな。俺の顔と名前よく覚えておけ。弱い奴は俺を避けるように、強い奴は俺を見つけるように。俺は風林高校桜遥だ。勘違いすんなボケ。弱いくせに強いと勘違いしてる奴が気に入らないだけだ。吐き気がする。すごい、この人一体。風林高校はただの学校じゃないんすよ。町を守るために立ち上がった人たちです。さくらさん、あの人だけは絶対ダメっす。学校一ヤバい人。ヤバい奴、俺は好きだぜ。ズブス、そう来なくっちゃ。全部もやり尽くして絶対へと言うのね。だから君に負けないように俺も頑張るよ。俺たちの喧嘩は守る喧嘩だ。俺たちの方から手を出す必要はない。あんたに風鈴のてっぺんは取れない。絶対に。はなわけあるか。他者からはいつも拒否否定。意地悪いな。喧嘩さえ強ければ、一番強ければてっぺんなんだろう。誰かに頼らなきゃ勝てねえほど俺は弱くねえ。その目にはその手には何がある。町を守れ、大切なものを守れ、それがここの唯一のルールだ。不良がヒーロー気取りかよ。強いやつも結構いるみたいだし、そんな中で一番になれたら満足できそうだから、俺はそこでてっぺん取る。